こんにちは、マスターピストの中瀬です。今日はうちのお店で一番古いピストの紹介をします。まずは注目してもらいたいのはこの自転車のフレームです。これ以上古い自転車はダルマ自転車といって、前輪が大きくて後輪が小さい、まあ、三輪車みたいな形状なものがこの今のダイヤモンドフレームになった、まあ多分これが元祖だと思います。で、当時はフレームはその乗る人に合わせて作られてたんで、これ今から行くとこのトップチューブはこの長さだと2メーターぐらいの人が乗れるように見えますが、実は多分これ170から175センチぐらいの人のサイズに作られてます。当時はこのシートポストを上げるっていう考えなかったみたいで、その人に合わせてフレームが作られていました。で、やはり今よりもスピードが出なかったので、道路状況も悪いんでシートチューブが現代のものよりかなり似てます。ロングライドに似てるジオメテリーになってます。それと、なんといってもこのチェーンですよね。当時はこのクランクが前輪についてて、スピード調節っていうのをするには車輪を大きくするしかなかったんですが、これが多分20世紀最大の発明とされるチェーンリングとコブをチェーンで駆動する、これによって車体のサイズを変えずにギア比を変えられるという、まあ今のピストの原型をがこの頃もう出来上がっていました。あとは塗装ですね。何台にもいろんな人が上に重ねて塗られてたので、オリジナルがどの色なのか全くわからなくなってしまっています。逆にそれが味になって残っているので、わざと再塗装しないで残しています。これメーカーは BSA という120年前に作られたイギリスのメーカーで、今では一般的にオートバイの方が有名で、ゴールドスターっていうマントで活躍したオートバイの方が有名ですが、元祖はこの自転車です。 BSA はバーミンガムショートアームという、もともとは戦争の武器を作っていたメーカーなんですが、それが戦争が終わって平和産業に切り替えるのに自転車産業に発展していったメーカーです。これはイギリスだけじゃなく日本でも堺などがそういう傾向にあって、戦争の頃は武器を作っていましたが、終戦後自転車産業に転化されたメーカーが大阪堺にはいくつもあります。ステムなんですが、ステム一体式のバーになってて、ここの六角のこのネジを緩めると可変するようになっています。上げるとアップハンドル、まあママチャリみたいな感じにも乗れるし、これを緩めてセミドロップ、もしくはこれステムを抜いちゃってすると、ドロップハンドルにもなるし、
これの角度も可変式なんで、このクリックに合わせて、っていうふうに無段階に調節が効くのと、見てもらえば分かる通り、工具使って締めなくても指で締めるだけでかなり強固に止められる。昔の黒森の材質が今のものに比べて数段良かった証拠だと思います。で、グリップも木製で、フェンダーも木でできている。この辺もやっぱり今のものとだいぶ違うところです。なおかつこのハンドルの角度なんですが、どのポジションに持っていってもこの角度が絶妙で、違和感がある場所が一つもないので、すごく使いやすく考えてられてます。ニットがこの可変式のハンドルを真似してカモメという名前のハンドルバーを作っていましたが、格段にこちらの方が使い心地は優れています。あと特筆するのはこのステム部分がつくこのヘッド周りなんですが、古い自転車だとこういうスレッドっていう、フォークに突き刺さって締めるタイプっていうのが一般的なんですが、120年前にもうアヘッド、このネジも、ステムを締めるのに使われて、要するにアヘッドとステムがこの時代にもう混在されていたっていうのがちょっと驚くべきところです。あとはこのノブなんですが、これ何のためのノブかっていうと、これはハンドルダンパーといって、今ほど舗装状況が良くない時にハンドリング取られないようにネジを締めてハンドリングを重くする。で、綺麗な舗装路に来たらこのネジを緩めてハンドリングを軽くする。古いオートバイにはこの辺についてるレバーなんですが、この自転車にはこのサイドにステアリングダンパーというのがついていました。これは今でもシクロなんかでもこういうのがあればすごくいい装置かもしれません。あとはこの辺の各、ベアリング関係がある場所なんですが、ここに小さな穴があって、これが給油する穴で、ここからオイルを垂らしてベアリングに給油するっていう装置がついていました。今の自転車ではちょっと考えられないですが、こういうものがあることによってこの自転車は120年も現状のまま走れる状態で保たれていたと思います。この針金は全然関係ありません。勝手につけただけです。デコレーションで何ら機能はしていません。次はクランクですが、 BSA の頭文字が入ったオリジナルのクランクです。で、ペダルもこれはオリジナルです。残念なことにこのストラップと返し、これは現代のものを使ってます。で、特筆するはこのペダルですが、この鉄のギザギザがここまで減ってるっていうのは尋常じゃない人が乗ってた跡だと思います。定かではありませんが、イギリスの学術研究家によると1回目あたりのツール・ド・フランスに出てる可能性が大だということです。で、このペダルにも注油の注油口があります。で、 BB にも同じようにオイルの注油口が見られます。この辺が今の自転車と全く違うシステムが使われたようです。
次はこれサドルなんですが、残念ながらオリジナルのものはもう革が全部破れて骨しかなかったので、現代のブルックスのこれはレディースなんですが、まあイギリスのママチャリ用のサドルに交換してます。形状的には後ろが広く前が短いっていうタイプのものになります。でリアのリフレクターなんですが、これはフランスのルクソールっていうメーカーのもので、これはもう戦前のもので、現代だとプラスチックを使われているんですが、当時まだプラスチックというのは発明されてなかった時代のものなので、なんとガラスでできています。今あると相当高価なものだと思います。あとはこのハンドルはすごくオリジナルでいいんですが、ちょっと店のディスプレイ上幅を取って邪魔なんで、現状ではこれを外して、当時ありえない DH バーをこれにはセッティングしてます。結構店のコンセプトに近いクラシックモダンという感じで割と評判いいです。ただこのステムも BSA ではありませんが、これ日本の NJS のもので点返しなんですが、点返しプラススライダーっていうのも僕も初めて見ました。なかなかこれはこれでかっこいいと思います。あとカスタムしたところはホイールです。リムは木目に見えますけど、カーボンホイールに木目調のペイントをして年代物のフレームにマッチするようにしています。120年も前のピストでも全く問題なく今でも走れます。科学や技術が進歩し何でも手に入る今の時代、ピストはこの BSA のように退化した乗り物かもしれません。でも退化した自転車だからこそ、乗り手は頭や体を使って自転車をコントロールするスキルが求められます。まさに乗り物が退化することで人間の進化が試される。それが僕がピストを愛してやまない理由です。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。